千代田地域千代田は大阪府河内長野周知の一地域。河内長野市の北部に位置し、河内長野市の前身である南河内郡長野町と合併する前の南河内郡千代田村の大部分とその周辺の地域である。名称は大正天皇即位にちなんで江戸城の別名千代田城からよるもので第二次世界大戦後に開発された千代田南町や千代田台町は 地名の一部として使用されているが、千代田という単独の地名は、過去も現在も存在しない。本校では、南河内群千代田村についてと、現在、当地域の楠の町東、楠の町西、松ヶ丘東町、松ヶ丘中町、松ヶ丘西町、木戸、木戸西町、木戸、東町、木戸町、千代田南町、市町、潮の宮町、河野町、 霧気急、自由が丘、赤シア大、小山田町、北希望が丘、南希望家球、千代田大町について記述する。千代田地域空撮川千長野市の北部に位置する。東端を、石川、西端を、西条川が流れている。千代田駅を中心として、大阪南医療センター前交差点から、気持ちが丘交差点までの市道沿いに、商店街が形成されていて、 河内長野市北部の中心部となっている。千代田駅、西側よみは、くすの町東、くすの町西。かつて、あたえ東、あたえ南と呼ばれていた地区で、1969年11月1日の町名変更時に、西高の街道を境に東側を、くすの町東、西側を、くすの町西となった。特にくすの町東は、 千代田駅の西側にあることや国道3 1十号が通ることから、木戸西町を並んで、現在の千代田地域の中心部となっている。かつて、あたい通北と呼ばれていた地区で、1969年11月1日の町名変更時に、国道3 1十号より東側を、松ヶ丘東町、国道3 1十号と西高の街道の間を、松ヶ丘中町、 西高の街道より西側、松ヶ丘西町となった。千代田駅よりも富田林市にある滝谷駅の方が距離的に近いため、そちらを利用する住民が多い。2000年10月1日に制定された住所表記で1丁目から3丁目まである。市長と木戸町のそれぞれ一部の地区が当地区に制定された。南部は千代田駅前通りを中心に各種商店が立ち並び、 北部は住宅地が広がっている。東地区にある千代田団地は1975年から2年かけて柳風台として開発された。児童公園として柳風台第1、第2、第3公園があるほか、鳴良尾自治会館の裏に鳴良公園がある。読みは木戸西町。かつては木戸石坂、原石坂と呼ばれ、その後木戸町と 住所表記されていたが、2004年12月6日に、現在の住所表記が制定されており、1丁目から3丁目まである。現在、石坂という地名は存在しないが、バス停や交差点名には今日でも使用されている。千代田駅南側に位置し、南北に国道310号が通っているため、楠の町と同様に現在の千代田地域の中心部となっている。 読みは、木戸東町。1996年9月1日に制定された、住所表記。大部分は、大阪南医療センターと笛、河内長野木戸住宅にあたる。大阪陸軍用年学校など旧陸軍施設があった場所でもある。読みは、木戸町。町村製志校以前の市村神殿の一部にあたる。現在の住所表記制定以前は木戸、木戸東町。 木戸、西町、千代田南町地区も含まれていたが、現在は、河内長野市立千代田小学校や寺が池などの5カ所に、飛び地として残っている。読みは、千代田南町。1963年から1967年に、かけて、千代田大町に次いで、千代田南海住宅として南海が開発した小、中規模、ニュータウン。 住所表記は1967年9月1日に制定された。千代田駅の南側に直結する形で位置し、北側に大型店舗や個人商店が並んだ駅前通りがあるほか、私立千代田中学校と小学校に隣接している。読みは市町町村制志向以前の市村の大部分にあたる。南北に大阪外環状線が貫いており、 東端は石川の貸し団球となっており、その下方で塩宮駅に隣接している。塩宮駅前に古くからの住宅地が広がる。かつて地域の中心駅として機能したが、千代田駅の開業によってその役目を譲っている。第二次世界大戦前までは石川を挟んだ、とんだばやし市に塩宮温泉が存在した。生端は貸し団球、東端は、 石川に挟まれた地形で南北に国道175号級道が通っている。読みは向かいの町町村正志向以前の甲の村にあたる。千代田村時代は現在の塩宮駅周辺が当地域の中心部で距離的に近かったため結びつきが強かった。戦後千代田駅周辺に中心部が形成されたことや河内長野駅が最寄りとなるため現在では 長野地域との結びつきの方が強い。1990年の校の住宅外区整備事業によって住宅団地や市道の整備がされた。赤カシ大ダは1983年から2000年にかけて、キリケ球は1979年から1983年にかけて、自由が丘は1986年から1989年らかけて開発された小規模。 ニュータウン。住所表記は、アカシア第2丁目を除いて1990年3月1日、アカシア第2丁目は1994年3月1日に制定された。特に霧リケと自由が丘は、松が丘地区と同じく、滝谷駅の方が距離的に近いため、そちらを利用する住民が多い。1968年から1970年にかけて、 開発観光と日清不動産が開発した小規模ニュータウン。住所表記は1969年11月1日に制定され、指導原町鞘山線を境に北側を北希望が丘、南側を南希望家球となった。指導原町鞘山線は当初、当地区で終点だったため交通量も少なかったが、1990年代後半に、 小山田北大橋が開通、府道38号富田林泉大津線と接続されて、佐山ニュータウンや仙北ニュータウンと河内長野市とのアクセス道路として機能し、交通量は一気に増加した。南側は寺ケチ公園に隣接している。読みは千代田大町。1961年から1967年にかけて河内長野市のニュータウンで、 初めて開発造成された、千代田大という小規模、ニュータウン。住所表記は1967年9月1日に制定された。千代田駅の西側の大地に位置し、寺ケチ公園に隣接しているほか、駅からの市道は、住宅地内を南北に貫く、バス通りとなっている。小山田小学校区町田よりボリューム六、小山田小学校区町づくり会、2013年10月。 6ページ AB 千代田郵便局地期ページ2015年4月26日閲覧河内長野松が丘郵便局地期ページ2015年4月26日閲覧河内長野千代田大郵便局地期ページ2015年4月26日閲覧東海銀行東海銀行市続渋沢社市データベース 2015年4月26日閲覧合併に伴う支店名店番変更のご案内 UFJ 銀行2002年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月29日閲覧総合実施済みの店舗 UFJ 銀行2002年12月1日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年4月29日閲覧 共和銀行、共和銀行通詞。渋沢社誌データベース。2015年4月26日閲覧。大和銀行、大和銀行70年誌、渋沢社誌データベース。2015年4月26日閲覧。千代田南町河内長野の住宅団地へようこそ。南海不動産。2020年5月9日閲覧。日本の典型地形について近畿地方。 国土地理院、2020年5月9日閲覧、千代田台河内長野の住宅団地へようこそ、南海不動産、2020年5月9日閲覧、千代田村に関するカテゴリー、ありがとうございます。